写真拡大第26回 LMSG さん、8月8日、函館であと1700メートル、今日、14棟建てで争われ、4番人気のスワーバラミス、7番人気のメガレ、1等、横山和夫騎手、7ハーツクライ、半馬審査2着に続き、11番人気のロードグレス、坂井越騎手に続く連勝で、横山武史騎手、以来となる重賞5着、スタートはそうでもなかったけど、2の足が速く、いいポジションにいけました。ただ、久々が影響したのでしょうか。次はもっとやれると思います。段の体制騎手、ケーティブレイブ6着、この年齢、8歳、で長期休養明けの割に、よく走っています。ロスなく回って足が溜まっていました。使ったことで良くなってくれると思います。幸い秀明騎手、ベンジェンス7着、4コーナーの手応えは良かったです。長期休養明けが最後に出たと思います。久々の分です。